こんにちは、希望です。今回は待ちに待ったユニクロ U2024 春夏アイテム、僕がガチで気に入って購入してきたおすすめの5点着用レビューしていきたいと思います。まず1点目がドライ EX クルーネック T シャツ、価格が1990円のカラーダークグレー、サイズ XL サイズ購入しました。ユニクロ U から新作の T シャツ、しかもこのスポーティーなインラインでもあるドライ EX 素材をもうユニクロ U らしくデイリーに落とし込めるように、まずカラーリング、このダークグレーのカラーが渋くてめっちゃいいのと、この糸も新たに開発したそうで、肌触りもうサラサラでポリエステルとナイロンでできてるんですけど、コットンが入ってるような自然な風合いにも見えるという、こう独特な雰囲気です。でもドライ EX 素材ということで抗菌防臭機能がついてたりとか、汗を素早く吸収して外に放出してくれるという機能性もしっかり入ってます。まず丸胴編みで着心地も良くて、なおかつこのサイド部分がちょっとカメラでは分かりにくいと思うんですけど、メッシュ素材に切り替えになってて、ただ見た目にはもうほとんど分かんないです。なので暑い夏もめっちゃ快適に過ごせると思います。シルエットは定番のコットンオーバーサイズ T シャツに似てるかなと思います。ドロップショルダーで、袖も結構幅広の丈長めで、身幅もゆったりしてます。丈は若干短めかな。縫い目もほとんど分かんないようになってて、見た目にもすごいスッキリしてます。早速着てみたいと思います。着てみました。僕の身長が178センチの70キロにドライ EX T シャツの XL サイズ着用してます。もう着心地やばいです。もう究極これ以上ないんじゃないかっていうぐらい、もうえぐいです。これ夏めちゃくちゃ気持ちいいと思います。今素肌に1枚で着てるんですけど、生地の厚みも程よくあって、でももうほんとサラッサラで、まさにスポーツウェア着てるような感じなんですけど、見た目的にはコットンオーバーサイズ T シャツみたいな感じで、夏に汗かいてもベタつかないみたいなんで、僕の身長体重で言うと XL がちょうどいいかなっていう感じです。もう縫い目もほとんどわかんないように最小限に抑えられてて、ミニマルでほんと高級ブランドの T シャツのような感じです。これマストでおすすめです。続いて2点目がドライ EX ショーツ、価格1990円のダークグレー L サイズです。今紹介した T シャツのパンツバージョンですね。もうこれはセットアップで着たいなと思って、まずめちゃくちゃ軽くて、さっきと同じ素材ということで多分もう絶対履きやすいと思います。パンツもメッシュ切り替えになってるんですけど、腰回りと後ろサイド部分がメッシュで切り替えになってます。もう見た目的にはパッと見わかんないんで、そんな気にしなくていいと思います。そしてウエスト緩めのゴムになってて、内側に同色のドローコードがついてます。そして両サイドポケットついてて、後ろには一つジップ付きのポケットがついてます。シルエット結構ワイドです。 L サイズですけど、股上も深めでリラックスした今っぽいシルエットで、こちらも履いてみたいと思います。ドライ EX ショーツの L サイズ着用してみました。トップスは XL サイズです。もうめちゃくちゃ快適です。もう楽すぎてやばいです。もうこれ覚えたら他のウェア着れないぐらい、もう人をダメにするぐらい楽ちんです。パンツ今腰骨の上あたりで履いてます。他のサンダルでラフな感じで合わせてみました。まああとなんといってもこの素材感もそうなんですけど、このダークグレーの色味がマジめっちゃ絶妙で高級感あって、まあ半袖短パンなんですけど自然な風合いもあってめっちゃいい感じです。ただ T シャツに比べてパンツは、まあ、がっつりおしゃれしていきたい時に履くって感じでもないです。パンツでこの薄い素材だとちょっとルームウェア寄りになってしまうというか、まあほとんどのところご飯食べ行ったりショッピングセンターぐらいまでならもう全然いいと思うんですけど、もう T シャツはしっかりおしゃれ着としてもいけると思います。もうこれはセットアップでマストでおすすめです。まあ体型にもよりますけど、パンツはトップスよりワンサイズ下げてでいいかなと思います。続いて3点目、ウィメンズのエアリズム UV カットレギンス、価格2990円のカラーダークグレー L サイズを購入しました。なんとエアリズム素材のレギンスということで、今回のユニクロ U のルックで結構メンズのモデルさんが履いてたりもしてるんですけど、エアリズムなんでもう生地サラサラでひんやりして気持ちいいんですけど、あの肌着で着るエアリズムと違って結構生地肉厚で透けたりしないような、こうパンツ見えするような生地感です。でウルトラストレッチ入ってるんで全方向にめっちゃ伸び縮みします。でウエストは結構幅広めのきつめのゴムになってて、内側の表示とか全部プリントになっててタグレスで履き心地がいいように考えられてます。そして脇の縫い目がなかったりとか、長時間履いても苦しくないような履き心地を追求してるそうです。そして後ろ身頃は少しラインが入ってて、こうデザインにもエッジ効かせてあります。でちょうど膝裏部分とかにはギャザー入ってて立体的なシルエットになるようにしてあるそうです。そして足を完全に覆い隠すタイプじゃなくて、膝とかかとが出るようなカットになってます。それでは早速履いてみたいと思います。エアリズムレギンスの L サイズ履いてみました。サイズ的にはお店に L までしかなかったので L 買ったんですけど、ちょうど良くて
悪くはないんですけど、僕の身長体重だとウィメンズなんで XL でもいいかなという感じです。ただ月ママに聞いたらレギンス馴染んできてちょっと緩くなってくるらしいんで、最初ぴったりでもいいかもしれないです。ダークグレーのワントーンでめっちゃいい感じです。さっきのセットアップに合わせてみたんですけど、レギンス合わせることによってちょっとモダンになるというか、さっきの T シャツ短パンだとかなりカジュアル寄りになるんで、また雰囲気一気に変わるんじゃないかなと思います。まああと日焼けしたくない人とか、あんまり足見せたくない人とか、まあ僕もそうなんですけど、毛が濃ゆい人とか、あと価格もお手頃なんで、スポーツする人とか、エクササイズとかヨガとか、スポーツ用途で使うのにもいいなと思いました。ベースがエアリズムなんで、サラサラしててめっちゃ快適です。なんか一枚持っておくといろんな使い方できるんじゃないかなと思います。続いて4点目、メンズのライトウェイトコート、価格9990円のカラーブラック、L サイズを購入しました。素材はナイロン 100% です。これはめちゃくちゃいいです。まあ、個人的にもちょうどこの春、こういう商品どっかないかなと思ってたら、まさにドンピシャなのがユニクロ U から出てて、まずめちゃくちゃ軽いです。生地も薄くて、風合い軽めなんですけど、素材感がこう高級感があるという、やや脂肪感があって、少し光沢もあるんですけど、なんかマットな雰囲気のブラックで、真っ黒じゃないんですよね。この色味も風合いも高級感あっていい感じです。今っぽいし。そして、撥水加工も施してあって、まあ、パッと見シンプルなんですけど、襟元こんな感じで、内側に折りたたみ式のフードがついてて、ラグランのボリューム感のあるシルエットです。袖口はスナップボタンで調整できるようになってます。そしてフロントはボタン隠れるようになってるんですけど、内側にスナップボタンがついてます。そしてデザインのポイントにもなってるんですけど、胸元あたりに大きめのジップ付きのポケットがついてます。収納もバッチリです。そしてこのウエスト部分にアジャスターがついてて、内側から絞ってシルエットを調整することもできます。そして内ポケットもついてます。そして結構ロング丈で、裾口もアジャスターで調整できるようになってます。後ろから見るとこういった感じです。早速羽織ってみたいと思います。ライトウェイコートの L サイズ着てみました。これもめちゃくちゃ楽ちんです。今回どれも共通するのは全部めっちゃ楽なんですけど、普通にオシャレアイテムとして着れる、もう現代にぴったりのこのコートもまずめちゃくちゃ軽いし、 L サイズなんですけどシルエットボリュームあってゆったりしてます。丈も膝が隠れるぐらいの長さだし、袖縮めるとこういった感じです。1個難点なのは、手突っ込みたい部分にポケットがないというのが個人的には残念なんですけど、ポケットがこの位置なんですよね。まあデザイン的にはこうちょっと変わってていい感じなんですけど、フロント開けるとこういった感じです。まあさっきのセットアップにただ羽織ってみたんですけど、もう基本的にどんなファッションにも合うと思います。ボトムスもまあ今レギンスで細身ですけど、ワイドパンツと合わせてもいいし、ジャケットの上とかから着ても合うだろうし、1枚さらっと羽織るだけで全部包んでくれるというか、全部決まるので、これ1万円以下はめちゃくちゃお買い得だと思います。で、楽ちんだし着心地軽いし、素材感めっちゃ高級感あるし、もう小雨ぐらいだったらレインコート代わりに着てもいいと思います。フードを出すとこういった感じです。ちょっとカジュアルめに着たい時はフードを出してもいいと思いますし、まあ雨よけにこんな感じでフードを被ってもいいと思います。まあこれは特に今から春の時期、多分僕めっちゃヘビロテで着ると思います。あと収納袋はついてないんですけど、ポケットブルというかこうちっちゃく丸めて収納してバッグに直したりしても使えるんで、まあ気温調整とか旅行とかにも活躍すると思います。そして最後5点目が、ウィメンズのパラシュートクロップドパンツ、丈長め 61.5 センチのブラックの XXL サイズをオンラインで購入しました。これがオンライン限定商品で、標準丈はお店で XL サイズまでは展開があって着てみたんですけど、ちょっとこの素材にも近くて、まあ綿とナイロンなんですけど、すごい軽くてもう着心地めちゃくちゃ良くて、で素材感の風合いとかもめっちゃ良くて、シルエットもいいし、ただ標準タイプは丈がもうツンツル点で、まあただウィメンズで元々のデザイン的にも丈短めなので、ワイドなクロップド丈のパンツとしてちょっと履きたいなと思って、XXL サイズを購入しました。これもめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひお店行く人はウィメンズの方に行って、このパラシュートクロップドパンツぜひチェックしてみてください。これまた届いたらコーディネートレビューしたいと思います。ということで、ユニクロ U 春夏購入品。なんか昔に比べると、肩数だんだん減ってる感じするんですけど、一点一点のクオリティがすごい高くなってるというか、今回購入した5点もめちゃくちゃ気に入りました。ということで皆さんもぜひこの週末、お店や動画の説明欄にリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。ということで、ごチャンネルでは月見でおすすめのファッションアイテムやライフスタイルグッズご紹介してますので、よかったら YouTube、Instagram などチェックフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。